今日紹介する作家は岡本かの子。40代後半で小説家となるまで詩人であった著者が花に託して女性の心理を描いた短編小説です。岡本かの子、花は強し。生け花の師範恵子は肺を病んで病床にある画家の小布施のもとをたびたび訪れ生活を支援しています。彼はかつて恵子が思いを寄せついに恋人になれなかった相手でした。恵子はこの鋼鉄の楼門のような固く多い黒ずんだ木々の枝に浅黄色の若葉が一面に吹き出ている坂道に入るとき、ふとゴルゴンゾラのチーズを思い出した。脂肪が腐って一人でにできた割れ目に咲くあのカビの花のなんと若々しく妖艶な緑であろう。世の中にはほとんど現実とは見えない、なんとも片付けられない美しいものがあると恵子は思った。短歌を口に含みて巷を行けば筆境恐れはあらず。これは女学校友達の女流文学者 K 女子が恵子の講習所を開くとき掛け額に書いてくれた宿だ。恵子は坂の登り口から雨上がりの人づくなの一筋道に遠見がついて、その両側に邸宅がまれで新旧の商家がずらりと、後人に対して好奇心に貪欲な大小の口のような店先を開けて待ち受けているのを見渡すと、今さらたじろぐ思いが湧く。小布施へ通う恵子の噂がここらにいっぱい広がっているのをかねて恵子は知っていた。恵子を敵視する同業者の家もあった。ふとあの恵女子が書いてくれた宿のように花の茎でもぎっちり糸切り場と糸切り場の間に噛みしめて歩いて行くならこの恐れに耐えられそうに思えた。一時の間でも花に離れてはならない。彼女は肩を一つ揺すってまた肉体の有形な感覚から自信を取り出してまっすぐに歩き出した。浴衣は結構みんな盆踊りとかで着てたけど、でもなんか地域によって盆踊りの歌が違うらしいですよ。北海道はちゃんこちゃんこちゃんこちゃちゃんこちゃん、手拍子合わせてちゃちゃんこちゃん、ディー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 え、もう覚えてないな。今日紹介する作家は岡本かの子。40代後半で小説家となるまで詩人であった著者が花に託して女性の心理を描いた短編小説です。岡本かの子、花は強し。生け花の師範恵子は肺を病んで病床にある画家の小布施のもとをたびたび訪れ生活を支援しています。彼はかつて恵子が思いを寄せついに恋人になれなかった相手でした。恵子はこの鋼鉄の楼門のような固く多い黒ずんだ木々の枝に浅黄色の若葉が一面に吹き出ている坂道に入るとき、ふと
ゴルゴンゾラのチーズを思い出した。脂肪が腐って一人でにできた割れ目に咲くあのカビの花のなんと若々しく妖艶な緑であろう。世の中にはほとんど現実とは見えない、なんとも片付けられない美しいものがあると恵子は思った。短歌を口に含みて巷を行けば筆境恐れはあらず。これは女学校友達の女流文学者 K 女子が